リベーラデ・ピキンは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカデ・メーラに属する。ガリシア統計局によれば、2011年の人口は654人。住民骨性は、リベーレゴ、A。カスティーリャ語による表記は、リベラデ・ピキン。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.88%。リベーラデ・ピキンは、 ルーゴ県の北東部に位置、県とルーゴの北東をおよそ 50km に位置する。コマルカデメイラに属する。北から南にかけてはフォンサグラーダと、南西部はバレイラと、西はポルト、メイラの各自治体と接している。自治体中心地区はサンシュルショデピキン教区のオチャオデ、ポーサドイロ地区。リベイラデピキンハフォンサグラーダ司法管轄区に属す。 住民は5の教区の38の地区に居住する。リベーラ・デピキンは1833年まではアストリアス地方に属していた。自治体としては1935年にメーラから分離して設立された。自治体首長はガリシア国民党のサビーノ・ディアス・フェルナンデス。自治体評議員はガリシア国民党4、ガリシア社会党3となっている。 リベーラデピキンは5つの教区に分けられている。太地は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。